はい、AO 推薦入試よくある質問10、まとめとなります。10個何があったかと言いますと、 1AO 入試とは、 2AO 入試は一般入試より簡単、 3AO 入試の難易度は、 4AO 入試の合格率は、 5AO 入試の偏差値は、 6AO 入試の選考方法は、 7AO 入試の評定内申点は、8AO 入試は一芸入試、 9AO 入試と推薦入試の違いは、そして最後 10AO 推薦入試の種類は、の10個の質問でした。はい、一通り説明を加えました。まだまだお伝えしきれてない部分もありますが、まずはこの10個、動画をしっかり見ていただいて復習していただければと思います。で、全体として言えることは、まずは一つ、とにかく準備を早くしてください。ギリギリだとまず間に合いません。とにかく準備を早くしてください。それだけまずは覚えておいてください。では、トムでした。